世界各国の一人当たりの金準備1845年から2012年までの世界金準備金準備は各国の政府と中央銀行が輸入代金の決済等のために保有している貨幣用の金である国際通貨基金体制下において国々の政府と中央銀行は国民経済の安定インフレ抑制国際的な信用輸入代金と 対外債務返済等の支払い、国際通貨不均衡の是正、あるいは為替介入などのために、一定比率以上の外貨等の資産を保有する義務がある。準備資産に含まれる項目は、外貨、外債などの流動資産、貨幣用の金、SDR など。2005年から2014年までの国別中央銀行の金準備今、アメリカ合衆国は、 世界最大の金準備を持つ国で8000トン余りの金を保有している。次はドイツ、国際通貨基金、イタリア、フランス、中華人民共和国。金準備、金準備公的機関の金準備とは世界の中央銀行金保有ランキング、主要国は金準備増強へ、レーテストワールドオフィシャルゴールドリザーブス。 ワールドゴールドカウンシルパブリッシュドセブンスオクトーバー20152015年10月7日閲覧リサーチワールドゴールドカウンシル2020年10月7日閲覧ワールドオフィシャルゴールドホールディングズアズオブオクトーバー202020年10月1日閲覧ありがとうございます